3年前、康平が高校生の時、両親が離婚した。康平の母、さゆりは康平を引き取りたかったが、親権を夫に取られてしまった。さゆりは悔しかった。自分の方が誰よりも康平を愛している自信があった。さゆりは康平と離れたくない一心で、家を出る前日の夜、康平と離れ離れになった。さゆりは康平と一年に一度だけ会える権利を持っていた。一年に一度だけ康平と再会し、康平と暮らしていた土地に行き、温泉に一泊するのが恒例となっていた。さゆりにとって康平と再会する日だけが唯一の生きがいとなっていた。康平が成人した年に父親は再婚し、義理の母親ができていた。そんな康平の状況にさゆりは気が気ではなかった。唯一自分の生きがいである康平を義理の母親に取られてしまうのではないかと。そして康平に義理の母親ができてから初めて再会する日が訪れた。何度見てもこの駅相変わらずだね。そうね。じゃあ行こうか。気がしたから、
公平。新しいお母さんはどう？お母さんに全然若いしさ、お母さんって感じじゃないか。そう。でもお母さんって呼んでるんでしょ？うん、呼んであげなきゃかわいそうだし。でも俺のお母さんはお母さんだけだから。ありがとう。あの日って3年前の。後悔したりはしてないけど、忘れなきゃって。忘れないで。お母さんのこと忘れてほしくないの。お母さんのこと忘れるわけないよ。